僕は9時30分を回りました。今週も嘘のような本当の和の時間です。はい、パーソナリティは土井秀人と、えー、東京から北条正弘さんです。おはようございます。はい、おはようございます。はい、えー、ドクター水素ボトルで今日もねニコニコ健康維持ということでですねお届けしておりますが、はい、今週のゲストはなんと愛媛県から。 えー、加藤良平さんをお迎えしております。加藤さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。えー、えー、加藤さん。まあこう沖縄ではまず会えないんですよ。加藤さん。ああそうなんですか。はい。いう方はやはり、うん、ええね日本本土の加藤さんはいないんですね。加藤さんはいない。 佐藤さん、佐藤さんも、さっきね、さっきはね、移住されてきたね方ですよね。あれ佐藤さんって移住者のお父さんあれじゃっけ、お父さんが内地です。ああそうだお父さんがね、お父さん内地の方。うん。やっぱりねあの沖縄ではなかなか佐藤さん加藤さんっていないんですけども、父父さんがいないですね。父ね父さん、父さん父さんね。髭がつく人はそうそうそういない。 えー、ろいっぱいいて困ってるぐらいなんですけれども愛媛県からということですが愛媛県加藤さん愛媛県といえば何ですかねやっぱりみかんですかね <laughs> 胸を張って言えるのは間違いなくみかん、はい、あの愛媛県全体でみかんですか結構そうですねまあ、うん、多いのは 中、まあ、中与、南与、東与って分かれてるんですけど、はい、真ん中から松山市あたりから、はい、まあ南の方にかけてがやっぱりみかんが有名で海の潮風とその日当たり<ー>あと海から山への照り返しとか<ー>そういういろんな条件が重なってみかんを作るのに最適な土地っていうふうになってるみたいです。なるほどですね あとはな何でしょうあのソウルフードといったらなんかあるんですかソウルフードですね、うん、もううどんめちゃくちゃ美味しいですよね、はいうん、そうですね香川が有名ですけどお隣だから、うんうんね、めちゃくちゃ美味しいうどんも美味しいところもあって、うん、ちょっと特殊なのが鍋焼きうどんって言って、うん、なんかもう本当に何十年も前からあるお店があってもう芸能人とかも通うようなお店があるんですけどもう本当にクタクタの 腰も何にもないような鍋焼きうどんが意外とそのソウルフードとして根付いていてそれは序ンがあんまりよその県の人も知らない情報かなと思ってそうですね確かにねあれ丸亀は何県丸香川です香川、はい、香川もうほぼほぼでも愛媛に近いところでしょ <laughs> まあ 香川はちっちゃいからいよ、ねあの、よくね電車で乗っていくと丸亀があって、もうちょっとすると、ね、愛媛県ゾーンにだんだん入ってくる。<laughs> 高松と愛媛のまあ間にまあ丸亀があるっていうような感じですかね。ね今日も今日も沖縄の丸亀鮮麺めっちゃ混んでまして。ああ、そうです。すごいですよ。うん、沖縄で丸亀鮮麺。いやもう本当びっくりしました。<laughs> いい <laughs> 前を通りか。でもね、あの丸亀に本社があるわけじゃないんですよ。よ <laughs> 丸亀鮮麺って。<laughs> ま丸亀ってそもそもなんなんですよ、僕知らないですよ、土地の名前です。そうなんです香川の地名ですね。そうなんですね。勉強になります。でも、そこはあれだよね、腰があってね。そうですね。めちゃくちゃこう歯ごたえのある。面ですけどね、男面とか言ったりするんで、向こうに行ったらね。丸亀は一応ちょいきますよ。あの、やっぱね、腰。 でもそのなんですかえー、の愛媛ソウルフードはくたくたのくたくたのふにょふにょのおうどんなんですね <laughs> そうですね結構なんか飲んだ後の締めとかに鍋焼きうどんって人もいますし消化<ー>、まあ、に良さそうかもしれないですね <laughs> そうですねうんでも本当に歴史古いみたいでもう,う60年前から多分お店があるような感じですね,<ー>ねそうなんですねありがとうございます皆さんまあなんだかなんだ言ってこのねうそのようなまああの全国区に。 <laughs> あの、うん、このね、宜野湾市というところと、<う>あの、小座っていわゆる沖縄市でオンエアされてるんですが。あの、やっぱり YouTube とかでね、うん、後々こう、アーカイブで見たりするかと思うので、全国ネタは嬉しい限りでは。北海道の人とか聞いてますよ。うん、ね、いますよね。堀本、うん、そうそう。だったりします。ね、まあ、そんな愛媛県からね、加藤亮平さんをお迎えしたのには、理由がありまして。ね、あの、後藤さんは、あ、ですか、ズバリ。 ね、水素ボトルとの出会いっていうのはどれぐらい前にそうですね水素ボトル去年の10月末なんで4か月ぐらい前に僕もともと持病がありまして<い>重症筋無力症っていう難病に指定されてる病気なんですけどその自分の体の中の免疫が自分の筋肉のと神経の接合部を攻撃しちゃって力が出なくなっちゃう 力を出出そうと思っっっってもななくちなちゃゃたたりりすぐ疲れちゃったり、まあ、立てない歩けない息できないとかっていう風うになっちゃうような病気なんですけどで、まあ、ちょっとそれで3ヶ月に1回ぐらい入退院を繰り返してた時に、まあ、ちょっと僕の状態を知ってくれた知人が、うん、あのちょっとこういうものがあるんだっていうふうに紹介してくださってでそれを実際水素ボトルをその時紹介してくださって実際持ってきてくださって。うんで まあいいから横になって使ってみないよっていうことでもう吸って5分ぐらいしたらなんかもう違うなっていうような感覚があってちなみにど,、はい、どんなその,その時のことのレポートをちょっとお願いしたんですけどどんな状態で5分ぐらいで、はい、などんな変化があったんですかえっともうその,その時自体は、うん、まあもうちょっと体ももうしんどくてだるいし。うん 言ったらこう筋肉に力が入らないので,で目とかまぶたとか小さい筋肉のところが、まあ、眼形重ねると目が開かなくなっちゃう、ね、あと息を吸うのもこう胸が動く筋肉があるので、はい、これがやっぱり繰り返し運動するとやっぱりどん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 力入らなくなっちゃってでも苦しくなってきちゃうでなんかまあ普通に生活して立ってるだけでもあしんどいなっていうような状態でで,でそこでまあ さっっき言ったようにそのベッドで横になって吸ってみなよって言ってやった時にあれ目がいつもより空くぞとかあれ息がいつもより深く吸えてるなっていうような実感がまあ間違いないなっていう感じであったんでま,あまさにもう身をもってこれは使って悪いことはもちろんないしこれはまあいいことがあるような光が見えるぞっていうような感覚がありましたね。 そうなんかご友人っていうのもありますけどいきなりその目の前にもの、ね、物を持ってきて、うん、ドクター水素ボトルを5本ぐらいでその体感があったでですねそうですねねそう僕も、まあ、正直そこまで信用してなかったんですけど <laughs> 言ったらまあその知人の紹介ではあったんですけど、うんうん、またその知人からまあそういうのがあるよっていうまた,また別の知人を返したような感じだったので初めて会う人を返したような、うん。うん ところで水素ボトルを紹介してもらったので,で、まあ、結構その難しい病気なんでその診断までも結構時間がかかったりとかもしてたので、まあ、いろんな方法も実は試してはきたんですけど、まあ、あんまり期待していってもやっぱダメだった時の,その落差でガクってくるのもしんどいなっていうのもあったんで、まあ、大抵、まあ、ちょっとでも、ね、いい引っかかりがあったらいいなぐらいの気持ちでいったら。 これは間違いなく違うぞっていうような本当に実感に落ち着いて <laughs>、えー、はいまあ、ね、あの難病ですからね、はい、難病になられるとやっぱりもう難病って簡単によくならないから難病なわけでうん、うん、だからもうい,いろんなことをお試しになってねあのほら、えっと、再生不良性貧血の上のなっちゃうなんかもね良くならないのが当たり前みたいなねうん、うん、そこで 水素の恩恵が急にポンって出てくるとえってなるっていうね、うん、あの加藤さんがうちの事務所に、うん、去年の年末にね遊びに来てくださって、はいまあ、難病の方祭りっていうのがあったんですけど、ね <laughs> うん、難病の方がねどさどさ来ていただいてもう全部みんな違うんですけどね、うん、あの皆さんに吸っていただきながら水素のお話をしてで元気になっちゃった人とかねいたんですよ。うん で加藤さんもご自分でその時におっしゃってたのが印象的だったんですけど自分史上最大に目が開いていますってそうですね <laughs> 僕もやっぱり、まあ、しんどくなったのは10年ぐらい前からなんですけどやっぱ昔の子供の写真とか見るともうまぶたは結構下がってきてて今両方とも、まあ、大体二重ぐらいにはなってるんですけどもともとずっと右目だけ一重だったんですよね。 でこれはまあ体質とかそういうものかなって思ってたんですけどそれは水槽ボトルに出会うこの間までってことですかこの間まではいえ今ずっとこっち一重で腫れぼったい感じだったんですけど眠そうな感じに見えるってことですよね全然ですって今シャキとしたよねお名前からしてね俳優さんですかみたいなねそうそうであっいや 自分が一番もう効果を実感してるし、まあ、本当に自分の方に、本当かよって信じられないぐらいの効果を本当いただいてるっていうような感じですすすね<ー>、はい、ありりがととうございままちょっ,っ CM 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、<noise> WOOEAST 株式会社、電話番号 二二一一はい、嘘のような本当のはということでね、もうご自身がまずびっくりというようなね愛媛県から加藤良平さんをお迎えしてお話を伺ってますけども、そうしますと、10月、まだ半年足らず。 半年ぐらいたつかたたないかで、うん、じゃあご自身がもちろんびっくりされて、うん、周りの方どうですかお仕事関係や、あのーね、お会いになってた方ど,どうしたのってなりますね。やっぱりなんかあれいつもより元気そうだねとか、うん、やっぱ3か月に1回入院しゃたので。 まあ、そろそろ入院の時期じゃないだけど入院の時期だと思うんだけど、まあ、ピンピンしてるよねみたいなこ <laughs> とを言われるんで,でやっぱり顔が明るくなったとかでそういうのに逆に興味持ってくれた人が「いやこうこうこうで水素を、ね、使ってみてるんです」って言って「試しにやってみますか?」ってやってみたらもうなんかその方もなんか、まあ、周りの人も水素を使い始めてなんか周りもどん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 ニョキニョキニョキやってきちゃって。<laughs> <笑><笑>もう今素晴らしい相乗効果が生まれているんじゃないかなと <laughs> 思ってますねだってこう皆さんがそれ、ね、喜ばしい状況になるわけですからねそのお姿を周囲の方の姿を見てこれまたニコニコしちゃいますよね。 わーすごいですね。すごいですお元気にどんどんこうなっていかれる加藤さんがあの難病の方祭りの時に難病の方をお連れいただいたんですけどね、うん、その時の話もちょっと聞かせて頂い,いていいですか東京のうちの事務所に,所に来て12月23日のまさにクリスマスの直前に、はい、あのお越しいただいたんですよ。はあ そうですねまあ、僕が今あの愛媛に住んでるんですけど、まあ、ちょっと難しい病気なのもあって結局東京の病院にに通っていていヶ月に1回でもまあ同じ病気とか難病の患者会とかグループに入らせてもらっていろいろ交流を病気の友達仲間たちとさせてもらってるんですけど、まあ、僕その水素ボトルも明らかに効果を感じたんでもう購入させてもらって持ってけるサイズなので。 もうとりあえずみんなで試してみよう試してみようってやってたら、まあ、その僕を水素ボトルにあの紹介してくれた方が北條社長と直接僕をつないでくださって、うん、でよっしゃともうあの病人引き連れて押しかけようという感じで、うん、行ってで、まあ、中にはその車椅子ユーザーの方もいてでもうんか本当に。 まあ立てたって歩けないことはないんですけど5メートル先に行くのにまあ伝い歩きで5分かかるみたいな状態の人がいてでまあもう北助社長の,そのオフィスに着いた時も,もうかなり顔色がちょっとね悪いような感じでしんどそうだったんですけども社長がもうとりあえず話するんでもうその間ずっとこれ吸っ,っといてくださいって水素を当ててもらって2時間ぐらい吸ってたんですかね。そそしたら急にのの方があの ちょっとトイレ行ってくるって言って車椅子ユーザーなのにすって立ち上がって初めてのトイレに <laughs> 初めての場所のトイレに <laughs> ス,タス,タスタスタスタ歩いていっちゃって <laughs> みんな目が点になったらえ、はい、歩けないはずじゃないの、はい、って,言ってええー、じゃあ久々にやりましょうか、はい、せーのうそえその4階でしたっけエレベート ね、あの車椅子で引率する、ね、一生、加藤さんでありでで、はい、来てこのカニューレド毒サスイートボトルを稼働させて、ね、水素を発生させて 2>, 2時間ぐらい見て <laughs>、ねすあのー、ちょうど、ね、その光景見てて思い出したのが片腕のギタリスト彼も、ね、座って,て、あのー、まて、あ、右半身が全く動かないんですけど。 一旦座ってしまって数分5分以上も経ったらあの立ち上がるのに1分はかかるって言ってたんですよ。それが水素吸わせながらやっぱり僕の話を聞いてた時にあの突然指名されてね感想をどうぞなんて言って座長から言われた時にパッて立ち上がって水素すごいです水素すごいです水素すごいですって、ね、<laughs> 壊れたおもちゃみたいになっちゃったんですよ。<laughs> で後でなんでって聞いたら いや本当は私、その倒れて以来その立ち上がるのにも1分かかってるんですと、うん、だ体が固まっちゃうんだってね同じ姿勢になると、うん、だからそれがね、あのー、楽になりましたそれで使わせてくださいっていう話になってあじゃあぜひってなったんですね、うん、だその時にすごい似てるんです、見てたら。 やっぱ2分とかねかかる方が立ち上がってスタスタ歩く両手に杖つかないとそうね,ねあのちょっとずつにしても歩けないって言ってたのがスーッと歩いて,いっちゃってトイレまで行っちゃったからハッってい<っ>う, <laughs> そ,うそれでもう次の日はまたずっと家帰って吸ってで2年ぶりに湯船にのお湯の張ったお風呂に入って。はい で、そうその写真が送られてきて、拭いてもらってたそうですそうです。解除してもらわないとダメだ。もう相当嬉しかったと思いますね。もうじゃその方はその場でこうご購入もうそうです。またあのトイレから帰ってこられた時点でね、私の人生は水素抜きにはもうこれから先は考えられませんって感想しちゃった。でもそうなりますよ。 その方からもぜひこのラジオでそのとても助かったっていうその感謝の思いを伝えてくれって言われて今日はいつかなんかで出てほしいですけどね、ねご本いや、素晴らしいお話しで、入りましょう頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 W O O East 株式会社電話番号ゼロ三三五二七二二一一はい嘘のような本当のは ということでね、チャーガン重大好きなねリスナーの皆さん、お元気でしょうか、ね、私たちがこうして元気でいられる幸せ、ありがたさ、ねえ今日の、えー、加藤さん、ね、加藤涼平さんをお迎えして、えー、お届けしてるんですが、いや、加藤さん、本当に、ね、今おっしゃった一言というか、な,なんでしょう、ありがたい。ねはい、そうですね本当に,本当に うん、ありがたいですね。あれを、あの、あの場面、い、椅子から立ち上がって、お手洗いに行っちゃった光景。もう、なんとおっしゃってましたけど、なん、何の疑いもない。うん、あ,あそうですね、うもう。いや、どんだけ水槽の効果が、疑う、ああ怪しいだろうって思っても、あの姿を見ちゃったら、もう。もう、嘘も何もないよっていうような話ですよね。<laughs> なんかね、ね突然ね、その、僕らが、その。 ちょっっとこう車椅子って幅があるじゃないでですかで普通の椅子がこううちの事務所にこうあってそこにみんな座ってたから行かれたいっていうことでねトイレにで椅子を戻したりとかしてちょっと道を作ってたわけですよそしたら「私立てるかも」って言ったんだよねうん、うん、確かね「うんうん、えっ?」って「はっ?」ってなったんだけど <laughs> そしたらスパッと立ってスタスタ歩いてこうやってこの車椅子は何のためにあるんでしょうここ <laughs> <laughs> うん、そんな感じです。しかもあのその時そのあの車いすはあの前日に届いたやつで<あ>、<laughs> 新しく新調したとフ、フルオートのやつですね。電動で動くやつですね。そうですね。<ー>もう車いすじゃないともう移動がね今後しんどいからもう今から電動車いすに慣れてもう。 ね、練習も兼ねて、まあ、その社長のとこに行った時も練習も兼ねてちょっと乗っていこうみたいな感じで行ったんですけどう <laughs> あそこに立っちゃったから立って歩いちゃったから。<laughs> <laughs> <laughs> もう、なんなら返品、<laughs> <laughs> 本当にね、いや、本当に涙が出るぐらい喜ばしい,ねい出会いをされたと思うんですが、もうそういった意味では、ね、あの大学で研究助手もされてるという加藤良平さんは、も他にも、ね、ちょっとね、後半、手短になってくるかも分からないですけど、やっぱりいらっしゃいますか、この出会いがあって、よかったっていう、水素ボトルと。 僕以外の方ですか、はい、水素ボトルを出して、はい、そうですね僕の周りに、あのー、僕合気道の道場を代表やってるんですけど、うんはい、やっぱ会員さんがすごい気にしてくれてで何ですか例えばその奥様が緑内障がある方とかが、うん、まあちょっと自分も興味ある。 まあちょっとどのくらい効果あるかわかんないけどやっぱりその奥様の病気のことが心配だからで水素はやっぱり効果があると思うからちょっと使わせてくださいっていうふうに言っ,て言ってくださってでやっぱり使ってみたらまあその緑内障にすぐにバーって効果が出てるかまではまだ最近のことなんでわかんないですけどやっぱり実感として間違いなく元気だ調子がいいってでやってやぱり 続ける価値があるっていうふうには皆さんおっしゃってて、それだけいいものっていう,うのはもう体がわかるっていうような感じなんでしょうね。うんまあね緑内障が良くなっている方いっぱいいらっしゃるんでね、ぜひ良くなっていただくといいですよね。<ー>その方もね。そうですね。まあ目って毛細血管の塊だから、うんそういう効果がなぜかね感じやすい人が多いです。うんまあ目がシャキーンとしたとかね吸った途端にシャキーンとしたとかっていう人多いですもんね。 このラジオも、ね、やってて、うん、あ,のあれが、うん、免許証のね眼狂等っていうのがなくなりましたって人多いんですよ、うん、ラジオ出てもらう人、うん、だからやっぱり目そのもののこう動き方をこうなんかサポートしたりその機能を本来の姿に引き戻したりするような,なんかそんなもんがあるのかもしれないですね、うんうん、前もね緑内障でもう目の前のここまで あの子供の顔を持ってこないと子供だってわからないぐらいあの緑内障進んじゃった方が座れて今めちゃくちゃ元気でもう普通に見えてるんですよ眼圧も下がりましたなんて言ってましたからうんこのそんなこことも起こってますねうん、はい、あのこれは僕自身もその一人なんですけどね免許証の裏側。 眼鏡してたんですずっと長年二十歳過ぎからね、うん、なんですけどもう一切夜の運転でも不安なくなりましたしねう、うんまあ、本とかこう字読みやすくなって、うんうん、だから、まあ、まあそれ以上に。 いや本当に歩けるっていうのもまたね目なら多少ね視力ぐらいだったら眼鏡すればコンタクトすることあるかも分かるんないですけど歩けるようになっちゃうっていうのはもしびれますな俺こそか、ね、かったですねよかったねよかった ねえよろしくくお伝えくださいぜひなんか、ね、あの直接、ね、んお話を伺ってみたいし中には、ね本当にそのまあ、回復という言葉が適切かどうかわからないんですけどやっぱりよくお、ね、嬢さんが言うほら元の人間の、ねま、力というか体に戻っていく本来。 のね姿に戻っていくっていう意味ではこの水素ボトルの中ねあね水素ガスの吸入いろ、うん、んな知識やあの経験をお持ちの方でももうこれにね出会った方が僕と同じ病気の小学校5年生の男の子もやっぱり目が最初に来るんで目の筋肉小さいから上が向けな目,目が上に向かないんですよ上向こうとしても眼球が上に向かない<ー>30分ゴーグルやって<ー>夜になってちょっと上見てみてって言ったら目がパンって上向いて。 もうすぐ効果が出て相当びっくりしてまし,た<ー>りしてました<ー>結構大変なんですね、その上見るっていう目の筋肉のなんかバランスなんでしょう,、ね、なでしょうすごいいっぱい筋肉が小さい筋肉でコントロールしてるんで目はやっぱ一番効果が出やすいんじゃないかなと思いますね。 <laughs> すごい <laughs> 大事ですね,ねまあねあのホームページ見ていただくとねドクター水素ボトルながらゴーグルがね今あの手元に届けられるように販売しておりますというのもあ,るありますねまあそんなこんなでねあの皆様体験をしていただければと思っておりますのでね何かこの体験できる場所日あるのっていう問い合わせとかはぜひねあのラジオ客かなえへむのわに問い合わせていただけたらと思いますねはいそれでは 愛媛、えー、県からわざわざ、ね、加藤良枝さん、ね、貴重なお話と、それから、えー、ドクター水素ボトルの能條雅弘さん、どう,どうもありがとうございました。